Ya! に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し、もう少し耐えてくれ。頼む。 これ以上待てねえ。 君は何者だ。いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ。フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。 やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。 初めてですよ、この私をここまで苔にしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわと殴り殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。 わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。 勇気に勝てると思ったのか。勝てる。俺と、こいつらの全員でかかれば、なんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。<笑>何を言い出すかと思えば、地域範囲に触れ野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。お前。 まさかサイヤ人。まだ嫌がったのか。変身しろフリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。変身？宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて変身するやつがいるんだ。<笑><笑> そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせず。私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、いきなり最終形態になるのです。<笑>
血が大きく再編されている。悟空さんの復活が間に合わない。貴様らにいいものを見せて。まさかお前が勝つ自信があるのか。なあ、それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらずちょっと本気でスピードを上げたらついてくれない。それでもスーパーサイヤ人だ。まだ今度は戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早くてとどめを刺しちゃう。待たせて。ピッコロさん、魔法のメッセージ。ベジータはもう動かない。次は君で遊んでみようかな。おお、なかなかの強さだね。部下に欲しいくらいだ。ピッコロさんが死んでしまったら地球のドラゴンボールも消えてしまいます。それだけは絶対に避けなければ。でも、ね、遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、あいつだ。フリーザがサイヤ人の星惑星ベジータを破壊しやがった。まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだった。オラも少し分けてもらうぞ。その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。俺たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、このナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないこと。おめえ、ちょっと頼まれてくれっか。今度は死ぬかもね。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか、なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を奪えば、きっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気奪えるのね。今度は死ぬかもね。君も思ってたよりやるみたいだけど、君じゃあ僕を倒すことはできない。何を企んでるか知らないけど、数少ない生き残りなんだし、もっと命を大事にしたら。まあ逃げても殺しちゃうんだけどね。